エルカチャンネルのショーです。さあ、とうとうやってきましたよ。どこにやってきたかって、ここですよ、ここ、大分の、アフリカンサファリにやってきました。さあ、ここでですね、バスに乗って餌やりができるってことなので、はい、ちょっと今回はやってきました。あ、ちょうどパンフレットに載ってるね、ほらこんな感じね。で、もう結構経ちましたけど、こないだラファエルさんが富士サファリパークか、あそこに行ったやつがあって、わあ、俺もちょうど計画立ててたんだよねと思って、わあ、タイミングがいいわと、でちょっと見てたんですけど、すごいですね、あの車で走ったんですかね、中を。面白かった。俺も自分の車でそれしようかなとも思ったんですけど、今回はバスの方で餌をやりながら楽しみたいと思います。第一道の方入ってまいりましたよ。第一道はですね、羊さんと熊さんのゾーンになりますね。羊と熊ですね。すごい小さな動物、四角っぽいですけどね、これ羊になります。羊さんです。ちゃんとお見えいただきますからね。メカ半分は残しますよ。この先まであげると思います。ナイダーが伸びてあげますよ。タロウメカ、タロウ、タロウメカ、タロウだけか、お前。あ、落ちた。クマクマ、完全にやる気がないです。ちょっとね、上げられるか分からない。なんかすごいのがおった。ダメか。完全に無視ですね。はい、かけていいと。さらにビスケットです。ビスケットあげていきましょう。どうも、じゃあ。落ちる。へへ。ほら、ほら、ほら。すごい、すごい。ちょっと待って、ちょっと待って。今、女性がニット着てますからね。来た方、ちょっと代表でビスケットあげていきましょうかね。クマクマ。で、クマは雑食動物です。人間が食べたものだったら、ほとんどクマ食べます。クマクマ。お肉も食べるから、クマクマ。お肉から食べますね。ちなみに、クマの大好物はクマのプーさんと同じですから。バイ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 。本物の量は大好きなんです。百獣の王と呼ばれるの。もう皆さんお分かりですね。ライオンですね。ライオンのところに行きましょう。あ、もう閉まった。いた。いた。ライオン来たところからお肉取らせてください。ミート、ミート。トラ。お肉はライオン専用です。啊啊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 すごいな。目の前に来た方からどんどん上げてくださいね。あまり長時間止まりませんからね。ここでお肉が余ってしまったらもうこの先上げるのではありませんから、目の前に来た方からお肉全部上げますよ。全部上げてください。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、向こう行っちゃった。おじいんかよ。でもかに何かいっぱいいる。左側に連れてくる。やっぱかわいい。あ、綺麗この鹿、かわいい。あ、シマウマが来た。リリーが
啊，人間も来た，人間も。高啲點高啫？你話，即係翻下咯，嚟啊！見て見て、やっぱ。大きいお顔、可愛い。あげるあげる。あげるあげる。これどこ？これどこ？すげえ。唔得下度，有啦，唔緊要啦，係啦，冇啦，只要喂啦，冇啲仔冇用噶啦，唔喂。と言います白サイです。あのフェデはね角が特徴的なんだけど、皆さんサイの角毛でできてるって言ってましたからね。サイの角ね、何本もの毛の塊なので、わかりやすく言うと皆さんの髪の毛です。髪の毛は魚みたいなもんです。非常に器用に使うことができます。それくらい器用に使うことができます。今やっぱりビンゴを買いたいな。出せ出せ。出せ出せ。ウチハイエラっていうハイエラになります。ウチハイエラで、あのライオンキングをご覧いただいた方だったら知ってると思います。ライオンキングで出てくる、バルマネグルちょっと出てくる、今ね、このゾーンに7つ訓練をしてます。あの同じとこうるちょろうるちょろしてるんですけどね、あの先に実はハイエラのお家があるんですよ。あの子ちょっと怖くて帰りたがってるんですよ。木の奥にいるんですよね。わかりますかね、木の奥です。今お尻が…2頭いるかな。こっち向いてる。いやね、最も足が速いと、チーター。チーター。皆さん、チーター足速いの知ってますよね。スカイコースの約110キロトップで、110キロトップで。わかりやすく言うと、高速道路で走っている車と同じぐらいのスピードで走ります。もう体つき、余計な脂肪がありません。顔が小さくて、小顔でね、おスタイル抜群です。モデルさんでスタイルしてます。顔に特徴があるんですよね。あの、目元から口元にかけて、チーター、黒い線が入ってるんですよね。これが最大の特徴です。これからが模様が最も美しいトラスで有名なベンガルトラという虎になります。ベンガルトラです。虎の中でも中ぐらいの大きさの種類になります。ライオンと同じくらいの大きさになりますかね。で、本当は虎にもね餌をあげたかったんですけど、実は虎ライオンと違って群れでは生活をしません。単独動物、一人で生活をする動物です。どうしてもライオンのようにたくさん出せないんですよね。あの20頭も30頭も出してしまうと一日中喧嘩してしまいます。縄張り意識のものすごく強い動物ですからね。ちょっとね多くは出せませんので餌をあげることができないんですよね。ご覧いただけなければ。今日はね3頭出てます。この3頭はねもともと相性が良かったんでね、大丈夫です。相性のウエイトがやっぱ一番大きいですからね。ちょっと待ち入れますね。どん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 来た、どんどん来た。めっちゃいっぱい来てる。近見てめっちゃおるよ。あ、本当だ。今で出せたかね、コブが刺さるんで2コブラックになります。いやー、バス面白かったっすね。やっぱ目の前で餌あげてそれ食べてくれるんで、自分の車で行こうかと悩んでた分が全然違いましたね。良かったですね。天気も良かったから全然やっぱ乗ってて風も気持ちよかった。はい、いやー楽しかったですね。いやー、なんかもう全部が全部はちょっと見れてないんですけど、また機会があったら来たいなと思います。その時には自分の車でちょっと回ってみたいかな。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。